こんにちは、堀秀夫です。アマゾン物販の魅力、えー。初心者が今から始める副業で一押しの Amazon 物販の魅力についてお話し,します。日本人なら稼ぐ力を身につける必要がある。稼ぐ力を身につけないと大変なロゴは待っている。年金はもらえない。預金はインフレで役に立たない。会社にはリストラされるかもしれない。 これは、高卒初任給の推移です。昭和30年、5900円だった高卒の国家公務員の初任給。30年後の昭和60年には、95500円。30年で16倍になりました。ところが、その後30年経って昭和90年、平成27年には14万 4,、144600、え、円、ー。昭和60年からの30年で1.5倍にしか増えてないと。 凄まじい成長の鈍化。日本が貧しい国に転落したのも頷けます。これはね、昔景気の良かった頃は、まあ、日本人がね、海外、アメリカだヨーロッパだ行っても、まあ、それほど物価を高く感じなかったし、ね、またアジアに行けば、まあ、すごい物価安いねとねいうふうに感じたんですけど、今これがね、逆転しちゃってると。まあ、私はオーストラリアに、まあ えー、3年半住んでて、まあ、現在も1ヶ月あ、1年に3ヶ月ずつ、えー、オーストラリアに来てますけど、まあ、日本から来た旅行者、あればね、日本からオーストラリアに移住したばかりの人、まあ、口を揃えて、オーストラリア、ね、物価高いですね,とね、と言います、ねまあね。食事なんかね、えー、日本より高いですね、みたいなね。いやいや、今や日本はね、世界一多分ね、外食安いですから、 それ考えたらね、どこ行っても高いんですけど、オーストラリアは特に物価が高い。ただ、このまま行くと、日本で将来私たちが働けなくなって老後、どうやって暮らそうかと言ったときにはね、何しろ日本の物価も賃金も安いんで、海外から物が輸入できないと。輸入したものを買える人がごく一部になるというようなね、 もしかしたらその高度成長期以前、ねえー、あるいはあの頃の、えー、物価というか、ねえー、輸入、ウイスキーを飲めるのはお金持ちだけとか、ね、海外旅行なんてほとんどの人は行けないとか、ね、いつもお腹かすいているとかそういう時代が来るんじゃないかなという恐ろしさがありますもう、ね、最低賃金もオーストラリアと日本倍ですよね約倍違います サービス残業とかっていうのを、ね、考慮すると確実に倍以上の開きはあると。最低賃金はどこも安い。日本の中だとね、東京、神奈川は、ね、高そうに見えますけど、先進国に比べたら非常に低いということが言えます。ただ、ね、給料安いね、賃金安くてもう悲しいねと。 今後も賃金ね、下げていく政策だねというのがあるんですけど、これね、日本が大変なことになっているわけなんですけど、海外で稼げば問題解決というかね、そもそも物価の高い国に物を売れば、物価の安い国から持っていくから、簡単に儲かるんじゃないのかなというふうに考えられるんですけど、実際ほぼその通りです。輸出ビジネスを始めましょう。 海外には景気の良い国がいくつもあります。まあ、特にオーストラリア、ねえー、物販、未開の地、物は少ない、価格は高い、サービス悪い、えー、通販、えー、ネットショップ、ログナの内、もうすごいね、今稼ぎやすい条件が揃ってます。アマゾンの仕組みは利益が出しやすいです。ねえー、何個も 商品が売れると梱包だな発送だのすごい大変なんですけど Amazon の場合はね梱包も発送も送っとくと Amazon が全部やってくれる従って売れた商品だけ送るんじゃなくて売れそうな商品をまとめて何十個あるいは何百個送っとけますんで1個あたりの、ね、送料が安くつけます例えば輸出で一般的な、ね、eBay をやった場合 eBay で、ね、ベイブレードを買って売りましたと これ日本で1328円で買ったものが3倍の3776円で売れたわけなんですけど1個で発送するとねこの差額2448円の中で利益もね ebay の手数料も出さなきゃいけないところが残念ながらね最低運賃が2000円ですオーストラリア向けのそうするとね自分で発送した場合には すでに、この送料2000円と販売手数料を引いてね出品料を引いたら、もう利益なくなって赤字になります。ところが、アマゾンが発送してくれるこの FBA というね超便利なサービスを使うと、1個あたりの送料はね、例えば30個送ったとして220円になりますんで、差額2448円で手数料は何円引いても1520円の利益が出ると。 eBay で赤字なのになんで Amazon だと利益が出るのというのはね、えー、不思議な気がしますけど、実際、そのまとめて送っとくと発送してくれるというので、この、えー、Amazon だと利益が出ると、ね。eBay だと大変なのに儲からない。Amazon 使うと、えー、儲かると。楽して儲かるということができるわけです。で世界最強のネットショップ Amazon。ね、もう今や Amazon はアメリカだともう支配的、ね、 オーディオ袋など99%アマゾンが売ってるでしかもなんか物を買う時にねヤフ、えー、Yahoo、とかグーグルで検索するんじゃなくてまず半分近くの人49%の人がアマゾンの中の検索窓で商品を探すというような、ね、状況になってますでそのアマゾンがやってくれることもう輸出ビジネスで大変なことアマゾンが全部やってくれますまずネットショップ作り不要と 自分でショップ作るとお金もね、手間もかかりますけど、Amazon の仕組みを使うだけなんで、ショップ作る必要ないです。それから、集客不要、ねえー。集客がね、この自分でネットを作った時には、ネットショップを作った時にはすごい大変。まあ、リアルの店舗でもそうですけどね、集客っていうのは非常に難しいことなんですけど、Amazon には膨大な人が訪れますんでね、えー、集客する必要は全くないです。ね、全部 Amazon がやってくれてます。 また、売り込みも不要と。売り込みの仕組みも Amazon は持ってますので、えー、商品の送れば売り込み不要。で、入金確認を不要。ね、入金確認を素早くしてね、えー、すぐ発送しないと普通の物販はトラブルになりますし、日本で、えー、入金確認ね、入金されのに商品を送らないとか言うと大変なことになりますけど、まあ、そういう心配一切ありません。全部 Amazon が入金確認して、すぐに梱包して発送してくれてます。 先走っちゃいましたけど、そのように梱包も発送も全部私たちがやる必要なく Amazon がやってくれます。それからね、売った後、どうしてもね、一定の割合で返品したいとかね、ね、えーまあ、商品が、えー、気に入らんとか、ちっちゃいとか大きいとかね、壊れたとかそういう話がありますけど、そういうめんどくさい、気が見える作業も全部 Amazon がやってくれます。私たちが対応する必要はありません。返品なんかもそうです。あなたがやることは 買い物した商品を Amazon に送るだけ。そして1日10分メールをチェックするだけ。これ、これ仕事って言えんのというようなレベルですよね。何しろ大変なことを全部 Amazon がやってくれますんで、毎日ね、注文チェックして入金チェックして、梱包発送とか、お客さんへの対応とか連絡とかやる必要はないです。時間のある時に、あるいは気が向いた時に商品を買って Amazon に送るだけ。それとね、 連絡来てたのね、スルーしてはまずいんで、それだけはチェックしなきゃいけないと。1日10分メールをチェック。お客さんの対応、アマゾンがやってくれるんじゃないのということなんですけど、そのね、Amazon がやってくれるっていうのを知らずに、あるいは Amazon と出品者を区別つかずに、私たちにメールが届くことがあります。その時はね、それをほったらかしにしとくと、連絡したのに返事がないということになっちゃいますんでね、a z o n に連絡してください。 ね、あるいはね、えー、何々してくださいという返事をする必要があります。まあ、ただこれ、返事は考える必要ありません。えー、こんな連絡来てますと。私にね、えー、相談してもらえば、えー、じゃあこれも返事しましょうというのを返すだけです。そんな形で、ね、1日10分メールチェックするだけなんで、もう副業に最適ですで。副業に最適なんですけど、副業とは言えないようなレベルの金額が儲かります。ね、稼げます。 アマゾン室でいくら稼げるのか。私のサポートを受けて、アマゾン室で実践している人の、えー、売り上げ実績。30日で34,454ドル、まあ。アメリカ・アマゾンのこれね、えー、売り上げ実績です。12でかけると年商4,600万円。22,157ドル。年商2,950万円。14,167ドル。年商1,890万円。 1万539ドル、年商1400万円。6828ドル、年商900万円。このように、えー、もう全然副業とは言えない、いや、あるいは本業にしてもそこそこで、ね、いい売り上げ、えー、立ってますで。大体これ利益率ね、3割前後ですから、えー、先ほどの、えー、年商四千八百万円の人は、もう、えーあね、年商4800万円の人は、えー 所得、軽く1000万超えてます。まあ、初心者でも稼げる副業、Amazon 輸出。わずか数十万円の投資と実践でここまで育つビジネスは他にありません。何しろ時間のある時に買って送るだけ。あとは1日10分メールをチェックするだけ。まあ、これで稼げるようになると。こんなチャンスはめったにない。そして Amazon 輸出を早く始めた方が楽に稼げる仕組み。 まちなみにね、えー、これ、売り上げ実績、今、アメリカの実績ですけど、これをね、今、今から初心者がアメリカに参入しても、全く歯が立ちません。ね、もう、すっかり、しっかり稼ぐね、私の会社なんかも含めて、しっかり稼ぐ人が大勢いるんで、今からね、アメリカに参入しても、稼ぐのは無理です。ところが、オーストラリアであれば、始まったばかり、ね、これから、えー、始めておけば、後から、 参入しした出品りり高く販売しても売れるアカウントになりますえ何それって感じなんですけど、アマゾンの仕組みはそういうふうになってます、ね。先に参入して正しいことをしてれば、えー、儲けやすいアカウントになるというのがね、アマゾンの仕組みです。そして、どれぐらいの人がアマゾンを使って稼いでるのか。なんと、アマゾンでね、商品を販売してる人のうち、10万人以上が年間1200万円売り上げてると。 10万人ですからね。こんなとんでもない、えー、売り場は他にないです。そして私がおすすめしている一押しのオーストラリア。今年オーストラリアはスイス人を抜いて世界一豊かな国民になりました。オーストラリアは日本とは正反対の成長国です。先進国の中で一番人口が増えてます。過去27年間不景気知らずです。そしてオーストラリア市場にはライバルがいないと。 弱い相手しかいない場所で戦うのが戦いに勝つ最も有効な方法。初心者でもやれば稼げるようになるというね、オーストラリアマゾン。ちなみに、オーストラリア市場の売り上げ、日本人がなんとなく想像するよりはるかにでかいです。1日の売り上げが25億円、これボクシングデーっていうね、 12月26日の売り上げですけど、2000億円、1日の売り上げ2000億円、そしてホリデーシーズン中の売り上げが1兆5000億円と、でそんな売り上げの多いオーストラリアで、アマゾンはどうなる予定というか予測が立てられているか、これはオーストラリアの、ね、経済研究所の予測によると、3年後にオーストラリアアアマゾンの売り上げは7兆8000億円になるでしょうと。 これは実に日本アマゾンの7倍の規模です。浪費家がたくさんいるオーストラリアアマゾン室は稼げます。しかもマイペースで一人で稼げます。日本に住んでいるならアマゾン室で稼がないともったいないです。財布の紐がガチガチに硬い日本は販売場所としては最悪です。しかし仕入れ場所としては最高の場所です。アマゾンがオーストラリアに上陸しました。 日本に住んでいるあなたはオーストラリアアマゾン副業で今の本業より稼ぐことができます。まずはこの動画の URL をクリックしてメールマガジン、メールセミナーに登録してください。あるいは動画で見ている方はね、チャンネル登録をして動画をチェックしてください。無料でオーストラリアアマゾンのノウハウが届きます。そしてサポート、会員を募集した時にお知らせをします。 初心者が今から始めて稼ぎやすい、そして大きく稼げる副業は Amazon 輸出です。登録を待ちしてます。堀秀夫でした。